秋篠家に予算が多すぎます。元のように今の三分の一で十分ですよ。お役目も果たしてないで飲んだくれてばかり。紀子さんは洋服の作りすぎです。雅子皇后様を見習ってください。増改築は中止にしなさい。今のままで十分です。身の丈に合っていません。身の丈といえば一家揃って皇族拝着されてください。いらないです。 必要ありません。のりこさまはなる人さまが生まれるまで、中絶や打胎を繰り返していたの。いくら男系男子の意地とはいえ、のりこさまにはなる人さまを解任当初から内心のお二人が眼中にないかのようにしか見えなかった。川島の娘が試験官ベイビーを生み皇室を騒がせる。秋篠宮は道子さまの妹の不安性高行気に、花といい横顔といいとても似ている。 マコ様は安西高之の母方の父に売り二つ。なぜ、あんなに売り二つなのか不思議。なる人様は上皇后様の依頼でマサコ様に男児出産が難しいとなった段階でノリコ様に頼まれ、天皇の母を望んだ欲望と一致して産み分けでできたお子様だと聞いております。男子がその年代だと数多く採取できないので、 もしかしたら、ま子さまの乱子と上皇后様の種で作成されたのかもしれないと考えます。ご用邸で手こぎの和戦に上皇様となる人様、のりこ様の三人がお乗りになられた様子が変に思いました。のりこさん産み分け呆れますね。堕胎した子供に水国用しないと生まれるはずの子供を殺したことになりますね。のりこというより、紀子の名前がいいと思いますね。国民は流産になっても水国用するのが普通なのに怖い。 人ですね、その打ちたたりが来ると思いますね、ありえない話を平気で何にもなかったようにする人たちですね、キコさんは、皇室にいることは嫌いですね。秋篠宮家は皇室を離脱して一般人になればよい。職業は庭師とか動物の羊の飼育係になって生活してください。ノリコは川島の父のようにアルバイトの大学校になって教育論を述べてください。天皇継承には関わらない平民になってください。 豪の虎年生まれの乗り子引きはすごい虎女だ。二階の打体もしながら、一途に皇室に押し入りたかったのね。男児を歩むよう進めたのは道子上皇なのでしょう。あるいは、令和天皇の雅子様に女児しか生まれなかったから、道子子の二者会談で成立した企みだったのかも。なんだか気持ちが悪いけれど、見えてきてならない。普通に考えてこんなタイミングで男の子を生まれるわけない。 実験を握るために生み分けしたと考えて間違いないだろう。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。後位継承順位は、皇太子様、秋篠宮様に次いで第3位。胎盤の一部が子宮口を塞ぐ部分前置き胎盤のため、予定日より20日早い帝王切開による誤算だった。第3子なる人様のご誕生は、 皇族の帝王切開によるで。三は初めて。現皇室で39歳という最高齢のご出産さん。41年ぶり天皇陛下の孫で初めての男子。のりこ様はご結婚前に打体のお相手も、日本の皇室の歴史に大きな役割を果たしたのりこ様。そんなのりこ様のご出産をめぐっては、ご結婚されて30年にもなる今でも、打体のお相手がいたのでは、 怖い怖いノリコ様はご結婚前に二度打退、お相手は、ノリコ様は二度打退された。目白か高田の馬場近くの医師がそう話していたと言われているようです。打退しなければいけなかった理由は、できちゃった婚だったから打退した秋篠宮様とノリコ様といえば、今から約30年前、1989年、平成元年9月12日婚約内定記者会見を開かれました。 農災の儀、ご婚約、1990年、平成2年1月12日。ご結婚、1990年、平成2年6月29日。となったわけですが、婚約内定会見を開いた1989年、平成元年9月12日はまだ、昭和天皇の夢中で、兄の広宮様より先に結婚を発表したという事実に対し、なぜそんなに急ぐ、 何か特別な理由が裏にはあるんじゃないか、と、あまり好意的ではない印象や報道も、実はあったんですね。もしかしてすでにの子こさまは秋篠宮さまとの間に打胎経験があった、と、世の中の人の想像力をかき立てる原因になったのかもしれません。当たり前ですけど、秋篠宮さまは若い頃からやんちゃでプレイボーイと言われていましたが、の子こさまには秋篠宮さま以外の交際相手の噂はありません。 のりこさまは大学一年生の頃から秋篠宮さまとお付き合いされていたので、のりこさまの初めての彼氏が秋篠宮さまだったんだろうなと思いますね。のりこさまのご出産については、打体のほか、産み分けの噂もネットに転がっていました。なる人様をご出産までに12年間のブランクがあった。秋篠家の秘密。追加工事で総額100億円超えか。 要は、ますますお金がかかるという意味ですね。一体、総額いくらかかるのでしょうか。30億円。100億円。どちらにせよ高すぎて納得できません。ただでさえも皇居より贅沢な住居を建築中とのこと。秋篠宮家の金銭感覚は国民に寄り添う気はないようです。いくら皇族だからって使う金額にも限度がある。 多額の税金を使う場合は、それなりの詳細な説明が必要、法律を改定するべきだと思います。もうコロナ禍高齢化社会で日本も決して裕福な国とは言えません。皇室も贅沢を許されるという時代ではありません。会計監査が必要な額だと思います。宮内庁はどのような予算処置をしているのか税金の垂れ流しではないの講師の住む家といえども限界があるだろうに。 国民は物価が上がり、豊かな経済が身近に感じられないこの時代に信じがたい無駄遣いだと思いますが、秋篠宮一家は皇室から外れて、詩人として国民になるべきだ。特権を随所で使うは、無駄金を湯水のごとく使う一家を、一般国民が抱える必要はないのではないか。ちょうど良い機会だと思いますので、回収費が莫大な数字になっているのを、 正当な数字に見直すことをしていただきたい。なぜ、このご時世にまた国民の生活難にこんな30億もの回収費が必要なんですか国民が納得する回答を示してください。できれば十分の1ぐらいでよろしいかと思います。それとも3億です。びっくりですね。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 秋市の天守閣追加工事で総額100億円超えか、びっくりマーク。当初は本邸とカリスマイトで合計43億円と言われていて、それでも高すぎると思ったのに、一体なぜそのような高額になったのでしょうか、びっくりマーク。天皇ご一家がお住まいの御所の改修工事費が8.7億円だったのに、秋市の屋敷がその約10倍以上もかかるのは、絶対におかしいと思います、びっくりマーク。 秋篠夫妻と西村区内長長官は、その内訳について国民にきちんと説明すべきですびっくりマーク。国民に寄り添う気持ちなど全くなく、税金を湯水のように使って贅沢三枚の生活をしている秋篠家びっくりマーク。真子の結婚問題、なる人の進学問題と盗作問題を含む全て不祥事の責任を取り、公私返上の上、 一家揃って功績離脱して欲しいところですが、自分たちの方から離脱するつもりはないでしょうから、皇室会議で秋篠一家の功績剥奪と皇室からの追放を決定していただきたいと、切に願いますびっくりマーク。秋篠宮邸の改修工事新型コロナの影響で遅れ今年秋終了見通し区内庁。このニュースでは、当初の改修工事予算のみ、短い記事のほとんどは工事の遅れだった。 ヤフコメにより、追加予算やお釈ゃ書10億円、引っ越し費用、これだけで天皇陛下が移転される皇居改修費を上回るびっくりマーク、長男誕生後に建てられた領域等、すでに取り壊された、川島一族小室夫妻のための改修等々があることが暴露された。姫路城の改修費でも秋篠課当初改修費より少ない。改修遅れよりも、どれだけ改修費にかかったのか、 どこが工事を請け負ったのか、清水建設びっくりマーク、家具調度品をどこから調達したのか、見分け共有の赤坂到底を秋篠家が占拠している理由等は一切触れない。それらを隠蔽するための TBS ニュースかびっくりマーク。国民のことなど、微人も考えず、自分たちさえ良ければのご生活。そのための税金を、せっせと納める国民。早く出自を明らかに。 上皇后様は上皇様のお引っ越しにお力を注いでいるという美談。ご自分が引っ越したかったから要求しただけなのに。またマコの妊娠騒動と K が弁護士にならない騒動。弁護士試験は不合格だし、もし合格しても二人の K の精錬潔白を保証してくれる人が必要とか。どちらも無理でしょう。子供がアメリカ生まれだと生まれてビザがなくても住めるから。 元皇族で生涯安泰、悠々自適の贅沢生活で、もっともっとデブになる。気になるのは、お母様をニューヨークへ呼びたいけど、じいさんがまだ生きているからなあでしょう。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。速報、天皇陛下と雅子様敗退し運動を美智子様と秋篠宮様が仕掛けた理由は会計監査か。眞子さん宮内庁から功績離脱しない衝撃理由。記事の一部を引用してお伝えします。小室夫妻がニューヨークに行って4日月目に突入していますが日曜日にはデートをしたりと小室圭は司法試験の勉強を頑張っているとは到底しえないですよね。 もう日本に帰国する気なのか他の仕事先を紹介してもらっているのかどうなるんでしょうね。ちなみに宮内庁が来年度の予算で秋篠宮家の後続費をちゃっかり真子さんの分も含めて要求していましたよね。あれでどうなるのかなと思ったら915万円減額されたと報道されていましたね。さらに後籍離脱後の後続の分は月割りで返還することが法律で決まっているようです。 それでマコさんの分として受け取った今年度のお手元金に当たる金額はすでに国に返却したようです。バレなかったら皇族費ももらってたんでしょうね。まあ、皇籍離脱後のお手元金は月別で返還したということですが小室家のマンションとかニューヨークでの警備費用とかそういった無駄にしわれた警備費用も返却してもらわなければいけないんですけどね。 それと一般人に弁護士をつけたりしたけども、宮内庁が建て替えた弁護資料とかも返却してもらいたいですね。それと外務省の予算の8億円もきちんと説明してほしいですね。それと秋篠宮家と美智子様の会計監査をして留学した時とか色々いろいろとお金の流れをしっかりと調べてもらいたいですね。これは現在と天皇陛下と同じように育てられていたらこんな大人になることはなかったわけです。 つまり、秋篠宮様は最初からしつけが悪い子供に育てようとしたのではないかということですね。いくらヤクザの子供でも育ての親が良ければいい子に育ちますよね。頭もいい大人になっていたと思います。つまり最初からこいつは俺の子じゃないからと何もしつけとか礼儀とかそういうことを教え込まれなかったかわいそうな子供なのかもしれません。 実際、秋篠宮さまのお父さんは安西孝之さんでは、という話も以前の動画でアップしました。さらに皇族には生まれた時にそれぞれお院があるのですが、秋篠宮さまは津賀ですよね。この津賀というのは昔罪人を火炙りの刑にするために使われた木だと言われています。もう秋篠宮さまもそのことにはさすがに気づいているでしょう。 おそらく大人になってからネットも検索時代になり気づいたのではないでしょうか。大学時代ぐらいまではやんちゃレベルだったかもしれませんが大人になってからそれを知って今はぐれているのではないでしょうか。つまり一番たちが悪い大人になってしまったわけですね。実は秋篠宮様がこうなった原因には美智子様が深く関わっていると言われています。 子供の頃に秋篠宮様の教育係の浜押しがいたのですが子供の頃に秋篠宮様が虫を食べろと職員に教養したそうです。それで食べ物なら宮様がお召し上がりくださいと言った職員を美智子さまが首にしたようです。そういった感じで美智子さまが秋篠宮様を甘やかしたのかマナーや作法を教えてもいじめられたと秋篠宮様が美智子さまに泣きつくようになり今のありになったようです。 つまり、道子様さまがノータッチであればまともな子供になっていたわけです。それは、真子さんやか子さまや久人ひさまにも言えることなのでしょう。まあ、女系とかいう人が有識者会議にいていて折り合いつけるために、それじゃあ女性天皇は OK だよねとかそういう決着もあるかもしれませんね。 まだ皇位継承についての議論は話し合っていないということでこの話し合いで女系はダメでも女性天皇が OK になれば皇位継承順位1位は愛子様になりますからね。さて、これについて人々はどのように反応したのでしょうか。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。都市宮殿下の人気うなぎ上りに波立って、そんなの序の口というか、これからは、 の宮殿下が何かされるたびに、馬鹿姉妹が引き合いに出されるんですけど。慶夏は中学の頃から皇族辞めたかった告白で、それまでの公務はいやいやだったと言ったも同然だしね。そして近い将来、キーコ変愛の坊やが比較対象になるのも120%確定です。防ぐのは不可能です。坊やが本当にかわいそうです。姉のことでの避難合合は止まない。 父親は不機嫌。母親は必死すぎ。旧友からは精神的距離を置かれ。女子に好意を示そうものならマッハで去られ。逆に女経験には言い寄られ。どんなに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 努力しても一生年の宮殿下にはかなわないのに比較されディスられる。これで健やかに育つのは難しいよ。世の中に独母はたくさんいるだろうけど、キーコほどの独母があろうか。 最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皇室の気になるニュースをお届けしますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。